キラリキラリ、よーめりみえる。みなさん、こんにちは。しょりんちゃんのしほと意味です。はい、というわけで今回はね、今目が眩しい意味です。はい、というわけで今回はね、あのですね、木更津のアウトレットに行ってきました。でね、帰ってきて、あ、アウトレットでプラザに行ってきたんですね。プラザでね、買ってきたものを紹介していきたいと思います。ピラリ。はい、というわけで今回プラザでは2000円チャレンジとして2000円分買ってきたんですけど、リミがね、ちょっとオーバーしちゃって、オーバーはお年玉から引かれるというか、お年玉で払っておりますので2000円チャレンジになっております。というわけでね、地方から行ってもいいですか？はい、じゃあ地方から早速、紹介していきたいと思います。ゴーゴーだ。何やだって。絶対カットカットしちゃダメだよ、ママ。わかった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 。ママカットしちゃう。曲がっちゃった今のせいでリミ。うん？今のせいでリミ曲がっちゃった。なんでリミのせい楽しいじゃん。こちら、じゃん、見てください、こちらのオレオ。これね、前も一回プラザでホワイトチョコレートのやつを買ったんですけど、あの普通のね、ミルクチョコレートっていうのかな、茶色いチョコレートは買ったことなかったんですね。食べてみたいなと思って買ってきました。今度食べたいと思います。はい、次にね、こちらの涙袋二重をくっきりさせるメイク道具ですね。簡単に言えば、いや、メイク道具だ。なんかあの涙袋用のパウダーと涙袋と二重を作るなんか線描くやつみたいなやつが入ってます。こちらが、あ、さっきのオレオが660円で、こちらが1300円です。あ、これ1200円です。これ1200円、660円だった気がします。あと200円ちょっと残ったんですよ。それで買ったのがこちらのトイストーリーのクリップです。エイリアンとバッドバズ。私、トイストーリーのね、キャラクターがみんなバズ。あ、バズか。トイストーリーのキャラクターみんな好きで、ウッディとかも好きだし、もちろんフォーキーとか新キャラも好きだし、好きなんですよ。エイリアン以外にも。もう見てください、可愛くないですかね。めっちゃ可愛いと思いません？あ、あの豚好きよ。じゃあね、これから使っていきたいと思います。はい、というわけでこれでね、2000円いっちゃったんで、私の2000円分の買い物はこれでおしまいです。じゃあ次、リミ行きます。リミの、はい、リミのはもう買ってあります。何と思いますか？さっき見えてたよね、みんなわかるよ。せーの、お布団。これただの布団じゃないんだよね。後ろもついてるの。こうやってなってて、後ろ行くよ。これ後ろ、後ろも同じから。ここ、ちょうどおりに。よし。これ筒状になってるんだよね。ここはこんな感じになってて、寝袋みたいな形になってて、人が入れるような。足も出せるの。それでね、あとね。
みんなに聞こうか。すごい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 。もうこれ心の声の中で。次。はい。こ。いや。チョコ。M&M。M&MC って書いてある。M&MC なんか C って書いてあるんだけど、多分 M&M でいいと思います。はい。でね、あのバレンタインが近づいておりますよ。好きな人いますか？いない。ということで今回も寂しいバレンタインとなります。しーちゃんは私いないから友チョコでもあげようかなって。意味もそれでですね、バレンタインが近づいておりまして、バレンタインのコーナーがありましてね、そこにあの今リミが買った M&M みたいな感じのチョコとか、もちろんバレンタイン用のハートのチョコとか、いろんなチョコがありまして、そこからリミはこの M&M を選んでおりました。そこじゃない。あ、そこじゃないそうです。すいません、私の勘違いです。今の全部カットしてもいいですよ、ママ。絶対カットしてほしい。カット。絶対カットしてほしいです。絶対今何言った？キャット。絶対さ、カットしてほしいでしょ。楽しいよ、たまたましてくれないから。ママ、してなくてもいいよ。すごい入って、ママ、盛りだくさん。一個食べちゃおう。あ、やばい。リミでリミのとこに入ってたよ、これ、うん、ほら、ちょっとリミから行こうかね。二重のやつ。二重と涙袋のやつ。かけます。新品だから大切に使ってね。はい、かな。二重に見える。どうやってこう、こっち。テーブルとかすごい聞こえる。ん？ね。どこ？下に。下に見えじゃない。見える。こっちちょっと、もうちょっと線描いた。ちょっと。いいと思う。どう？こっち側？こっち側すごい上手だと思う。みんなから見たら多分左側で、しおり目から見ると右側だね。涙袋。めっちゃいいから。涙袋ちょっとぽくってない。ちょっと失敗した。涙。やばいじゃん、リミ。こんな感じでね、今リミが使ったように使うものです。こっちは？こっちは涙袋のギリギリをこう、目のギリギリをこうやってなぞるとキラキラして、うん、そう、伸びる。涙袋のギリギリってどういうこと？上、目の上、目の上じゃない、目のあの、ギリギリ下。ここ？うん、ギリギリ。そんな感じ。どう？キラキラしてるでしょ。キラキラしてる。これしてるよ。こっち見て。全然してないし。もっと強く描いて。出して。ほら見てて。これキラキラしてるでしょ。ごめんね、ずれちゃった。うん、こうか。こう。こうか。いい、リミ、じゃあ行くよ。うん、こんな感じでね。こんな感じ。見える。こんな感じでキラキラ。ちょっとぐらい。うん、ちょっとぐらいがね、醤油もちょうどいい。で、線がこんな感じ。ねえ、二重に見えるこれ。本当だ、見える。でも実物を見ると描いてるねって感じ。うん、描いてる。この一重と二重の見てよ、これ。これはメイクです。目が
が開いてる。今二人じゃなかった笑った時。うん、ダメだ、一人の話だった。リミ、しーちゃん、しーこ、おならする、カット。はい、というわけで今回はね、プラザで2000円分買ってきたので、こちらの商品を紹介してみました。はい、プラザね、可愛いものがたくさんあるので、皆さんぜひ行ってみてください。はい、それではバイバーイ。グミ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 ペア、サンジーラー。